かっくんテレビ AKB48 本田ひとみですアプリ「アイドルチャンプ」の投票機能と連動した k p o p のオリジナルチャートをお届けする番組それが「アイドルチャンププレゼンツポップコントップ10フライデー」ということでまずは今週のトップ10をおさらいしていきましょう第10位は「シークレットナンバー」の「ドクサ」第9位は「アイズワン」の「フィエスタ」 第8位は「エンサインのモノローグ」第7位は「AB6」で「ルーザー」第6位は「ジュホン」の「フリーダム」第5位は「926」の「Don't Call Me」第4位は「ジミンで「LikeCrazy クク」第3位は「テンペスト」の「Dangerous」第2位は BTS の「Take2」そして1位はジョングクのマイユーでしたさらにジョングクさんの「マイユーは6月の月間 MVP も獲得ということでおめでとうございます 今ですね私の手元には Spotify に番組公式プレイリストとして7月3日に公開される投票上位の15曲のリストがあるんですが見てみるといやすごいですねもう「マイユーの投票率がすごいもう世界中のファンの方から愛されてる楽曲なんだなっていうのを、ね、しみじみ思いますけれどももこのの中でアイズワン楽曲も。 入ってるのががすすごごく嬉しいいですありがとうございますねえこのプレイリスト15曲なんですがこちら「イユーは Spotify にはないのでジョングクさんの別の楽曲が入るということでえ番組の公式 Twitter でそちらの楽曲はね募集しておりますので是非皆さんツイートよろしくお願いいたします。ね世界中から愛されてる、ね、皆さんの中にアイズワの楽曲も入ってるっていうのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。 そして今回は上半期最後の放送でしたがいかがでしたでしょうか改めてちょっとゆっくり私の上半期振り返ってみますとですねそうだなあ今年、まあ、AKB のシングルリリースして、ね、4月にリリースした61枚目のシングルのセンターを私が務めさせていただいてで髪色も本当に何年ぶりかに。 こう暗く戻したりとか前髪を作ったりとか結構私の、まあ、容姿の部分でもいろいろ変化があった上半期だったなっていうふうに思いますしセンター2回目を経験させていただいてそこで改めてこう学ぶことだったり吸収することたくさんあっったなって思いますねあとはバラエティ番組にもたくさん出演させていただいて歌って踊って食べてビリビリして。<laughs> ねえ。 なんか本当に初めての経験をそこでもいろいろさせていただいたなって思いますうんあとはこう、まあ、韓国にも行きましたねそう4月の頭に韓国に行って、うん、海外も行ったし冬の沖縄で海にも入って、ね、2月だったんですよ2月はね沖縄でも海は寒い。 <laughs> そう沖縄はいつでもあったかいわけじゃないっていうのをこう身をもって実感しましたので、ね、海開き前はそりゃ寒いよなって話なんですけどでもとっても忘れられないいい思い出になりましたあとは私生活の面ではどうだろうな上半期で一番早起きした日うーんでも割と2023年の上半期すっごい早起きしてるなって思いますうーんあの AKB の新曲のティーザーの映像を撮るのに朝6時から渋谷で自転車こいだ日もめちゃめちゃ早く起きたしあと「ラビット!」の日いつも何時に起きるんですかって聞かれること多いんですけど起きるのは4時50分とかに起きて準備します私絶対その家出るまでの時間は結構余裕を持たせたいタイプなのでそうですね。 三十分前に起きるとかは絶対ないです。うん、だから、だいたい、基本的には、まあ、一時間以上前には起きるようにしてるので、で、ラビットの時は、やっぱ、朝なので、顔のむくみを取りたいから、結構早めに起きてますね。うん。そして、上半期にはまった食べ物、何あったかな？いっぱいありましたね。台湾カステラとか、あとは、あのー、なんだろうな、まあ。ベーグルはもう本当に。 ずっとなんですけどフルーツかもしれない今まで、まあ、フルーツ嫌いじゃなかったんですけど別に特別好きってわけではなくてうんあんま食べてなかったんですけど最近はメロンとか冬はめちゃめちゃいちご食べてましたし今はブルーベリー食べたりあとキウイも食べてますねだから常に冷蔵庫にはフルーツがストックしてあるっていう状態ですね。 うん、あとは忘れられないのが「あのラビット!」の生放送で1万円超えするメロンのケーキを食べさせていただいてもうそれがすごく美味しかったんですよもう東京でも食べられたらいいなって思うくらい美味しくてだからまた大阪に行った際はそのメロンケーキも食べたいなーなんて思ってます。うん、あとはそうですね 下半期これからですすねドラマの放送もいよいよよ始まりまり毎日ドラマの撮影頑張っていますがそうドラマ関連の話で言いますとその日本テレビの新土曜ドラマ「最高の教師」で共演している水曜日のカンパネラの歌羽がなんとこの番組を聞いてくれてツイートもしてくれましたひーちゃんが話してくれてるって <laughs> ありがとう本当に嬉しくて LINE もしちゃいましたちラ LINE が来ました そう聞いたよって話してくれて嬉しいって言ってくれて本当に嬉しかった私も、ね、本当に同い年なんですけどなんか無邪気で可愛くてもうなんだろう21歳ってあんなに元気なのかな私が <laughs> 落ち着きすぎてるだけなのかなまあ多分お互い極端なんだと思うんですけどこうね歌派といるとすごくポジティブになれます私。結構 自自分自身考えすぎちゃったりしてダウンしちゃうことが多いんですけど歌派は,はすごくポジティブでこうプラスのムードというか、うん、プラスになる雰囲気を持ってるので一緒にいるとすごく自分も元気になれていいねなんか影響を与えてくれてるなっていつも感謝してますこれかららももっっとと仲良くできたらいいなと思ってます。 ではメッセージ紹介していきたいと思います福井県にお住まいのラジオネーム逆襲のシャア大好き王さんからです合図は連続ランクインおめでとうございます4月から聞いておりマイブームとなっていますありがとうございますまだまだ聞いていきますのでよろしくお願いいたしますというメッセージいただきましたえー 番組が始まった4月からずっと聞いてくれてるんですねありがとうございますね、連続ランクインは本当に皆さんのおかげですいつも感謝感謝ですね、きっとメッセージ送ったことないっていう方たくさんいると思うんですけれどもね、聞いているだけではなくてぜひぜひメッセージ送ってもらえたら嬉しいです紹介しますので K-POP に関すること以外でももちろん OK ですだから例えば まあね、私がハマってる食べ物何ですかとかルーティーン何ですかとか気になることあったら何でも聞いてください時間が許すす限りお答えします <laughs> 続いてよいしょラジオネームあ嘘ついた、えー、千葉県にお住まいのラジオネーム山木さんからです。 ひーちゃんの直筆サイン入りステッカーが届きました本当にありがとうございましたアイズワン時代からひーちゃんペンだったので朝届いているのを確認して紅葉で大学を休むか迷いました今でも一押しの K-POP アイドルはアイズワンですぜひ番組内でアップを流してほしいですこれからもひーちゃんを応援し続けますありがとうございます、ね、ポップコーンチャレンジで見事当選されたということでおめでとうございます えー、大学休むくらい嬉しかったんですね <laughs> 嬉しいなそう言ってもらえてでも大学はちゃんと行ってくださいね <laughs> 私は大学ね通ってはないんですけどキャンパスライフを送ってみたいなーっていう憧れは常にあります行くとしたら私は食について学びたいかなって思います、うん、栄養学とか、うん、食べること好きだから、ね、自分が好きなことだったら勉強とか 頑張れるんじゃなないいかなっってて思うのでで行ってみたいですあサークル何がいいかなダンスもいいですけどでもね仕事としてダンスはやってるからちょっと違う趣味とかの面で何かあるかな今って何があるんだろうな私全然詳しくないんですけど何か逆にじゃあ皆さんおすすめのサークルとかもあったら私に是非教えてください。そして アップも流してほしいっていうメッセージでしたが、私もねアイズワンのアップ本当に大好きなんですよ。うん、なんか朝に聴きたくなるような元気が出るうんアップテンポの曲になっているので、まだ聞いたことないってい方も聞いていただきたいですし、もしかしたら来週のねあのオープニングでかけちゃうかもしれませんので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。 それでは東京 FM で毎週金曜日の午後6時から放送中のアイドルチャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー次回7月7日の放送もお楽しみにお、七夕ですね皆さん短冊は書きましたかもしかしてこの番組の公式ツイッターのメッセージだったりあとはねメールを送ってくださった方はお願い事が叶うかもしれないのでぜひお願い事も送ってください 以上 AKB48 本田ひとでしたかっくんテレビ